昼間に配信しちゃったからさ、2日分のお稽古報告になりますな。なんか昨日昼間にやったらなんかあれやった、なんだ、めっちゃ久しぶりにショールームやってる気がする。よいしょ、写真ちゃんと撮ってて偉い。そう、なんか昨日の稽古の目標がなんかみんなと写真を撮ることだったんだけど、ちょっと昨日撮れなくてそう、昨日撮れなくて今日は撮れたのでセーフ、今日撮れたのでセーフってことにします。ちょっと2日かかっちゃった。こんばんは。そう、ギリセーフということで。楽しかったな今日。今日稽古の前半はダンス稽古で振りを入れてもらっつけてもらって、後半は止め通しって言ってさ、一幕じゃないや、一場から流れ、本番と同じ流れで、まあ、ちょこちょこ止めながら通しみたいなのを今日やったんですけど、流れがやっぱつかめるからなんか、あーこんな感じになるのねってそうそうそうなって、ちょっと面白かったです。こんばんは。でもな、今日はすごくうわー活動したーって感じ。こんばんは。陽キャにまた近づいたね。近づいたかな。写真末っ子感あった。あ、本当ですか。どの写真だろう。あ、私のツイッターの写真かな。サイリンはカレンちゃんの背中にひっついてるんだね。え、そう、今日とか特に。え、私なんかなんだろう、稽古の合間とかで暇な時はカレンちゃんにずっとくっついてる。カレンちゃんが立ってたら後ろから抱きつきに行ってそのままずっと置いてたりとか、腕組みに行ってとか、今日は座ってたので背中にずっとこうやってペターってくっついてた。そう、カレンちゃんの方が年下なんですけど、ちょっと甘やかされてます、甘えさせてもろてます。やっちさん、おひなさまギフトありがとうございます。2日間の稽古で何かイベントは発生しましたか。とめさんギフトありがとうございます。イベントね、なんだろう、あ、でもチームシャチの大黒さん、大黒ゆずきさんが今月入ってからお稽古に行こう、ついに参戦ということでいっぱい話してます。この2日間、昨日も今日も結構喋りました。マジ美人、なんか美人な人を見るのってすごい楽しいんだなって最近思ってる。顔が整ってる人を眺めるのって楽しいなって思ってます。こんばんは。こんな感じかな。こんばんは。けんけんさん、おひなさまギフトありがとうございます。あとは何かな、なんかイベント起きたかな。でもめちゃくちゃ楽しくやらせてもらってます。こんばんは。なんか前回のジョンマイの時もそうだったけど、マジみんな好きなんだよねで共演する人のこと大好きになっちゃうからさ、
困っちゃうね。こんばんは。別に困んないんですけど困っちゃうねと言いつつ何も困ってはないんですけど、みんなのこと大好きになっちゃう、人間として。そういい人ばっかし。なんかやっぱさ、こういうなんだ役者さんとかでさ生き残ってる人ってやっぱさいい人なんですよ。難がある人だったらもう他の作品にお呼ばれしたりとかし続けられないわけ。だからみんないい人なの、出会う人が全員。だからみんなのこと大好きになっちゃう。そう、なんか世界にさ私が好きな人どんどん増えていく気がするそう、でも楽しいですね。こんばんは。あとは何かな、今日何か起きたかな。こんばんは。今日はなんかもうダンス覚えるのが本当に大変だったことしか覚えてないかも。いや振り覚え遅いんだなと思って、自分改めてなんとなくなんとか覚えたけど、明日寝たら忘れてそうだから、起きたら一旦稽古場に行く前に復習しよう明日絶対稽古場にパッて行って踊れないと思う。寝たら忘れちゃうから、起きたらやろうっと。今日さや鉄の夢を見た。嬉しい。まだ心の中にさや鉄残してくれてるんだ、嬉しい。やったぜ。今回は AKB もかなえ女優さんもいるけど、やっぱみんな早いの。みんな早い、みんな早いんだけど、やだでも多分今日私一番遅かった覚えるの。なんか何回も同じとこ間違えてた全然そこだけ覚えられなくてあーってやってた。そう、一番遅いね。てかさ AKB メンバー、今回2番目でもいいのに出るメンバーみんな早いからさ絶望してる。同レベル帯がいないから絶望してる。みんな早いんだもん、困っちゃうね。でもなんとかなってるんで、セーフ。舞台はやっぱり楽しいですね。なんか自分のお芝居別にそこまで好きじゃないからさ、あと上手だと全く思わないし、あんまりあれだなと思ってるけど、でもやっぱお芝居するのは楽しいから、自分のお芝居が好きになれるぐらい上手になれればいいなって思ってます。こんばんは。でも幸せなら OK ですネットミームやないかい。こんばんは。今日楽しかったな。今日なんかみんなと割と喋れた気がする。なんか一人でポッポーってしてることはほとんどなかった気がするなあ。でもなんかそう最近言われるんだけど、あの松本恵子さんとあのマダムチームで同じチームなんですよ。だからよく一緒にいるんですけど、いることが多いんですけど、なんか私考え事するとすごいなんかなんだろう、なんだスイッチ切れたみたいになっちゃって、なんかもうなんか考えてる時、なんかこのあるシーンのことについて考えてる時とか、なんか
て立ってるんですよ、ポツンと。そう、それめっちゃ笑われる。なんか大丈夫ってどっか行ってるよってけいこさんがいつも気づいてくれるんだけど、私はただ考え事してるだけなの。別になんか悩んでるとかでもなく、あそこのシーンどうやってやろうかなみたいな、どういうレパートリーがあるのかなみたいな、どういう芝居の幅があるんだろうと思ってこう考えてるだけで、なんかなんだけど、もうなんかってなっちゃうから、マジでなんかもう この状態でね全然動かないんですよ。だからそれめっちゃいじられます最近恵子さんに。多分なんかもうさ、メンバーとかは私のこの姿によく見てるから誰も突っ込まないんですけど、もはやカレンちゃんもハマちゃんも恵子さんがいつも気づいてくる。サリン大丈夫でもこれさ、ぼーっとしようとしてしてるわけじゃなくてさ、考え事してると勝手になっちゃうからさ、なんかそのなんていうの、勝手に発生しちゃうんだよねこんばんは。勝手に発生しちゃうの、この現象が。だからそう、事件ですね、イベントっていうか事件ですね。やばい、眠くなってきた。ご飯食べるとマジでこの時間眠くなる。今日も早く寝なくちゃ。こんばんは。キャロンさん、肉まんありがとうございます。こんばんは。試験さん、始めまして。始めまして。でもだんだん喋れるようになってきた。こんばんは。今朝は早かった。今朝でも9時半、9時違う、9時に起きたのか、違う、8時半に起きた、8時半に起きました今日は。そう、明日もお稽古なんです。そう、明日のミッションを決めよう、目標を。なんだろう、今日はでも写真撮れたから、何、次のステップは何、何かな。こんばんは。次のステップは何かな。こんばんは。コミュ力アップへの道、マジドキュメンタリーだわ。連絡先を聞く、あ、でも連絡先はね分かるんだよ、役者のグループがあるから連絡をあれする。ご飯に行く約束急になんか階段4段飛ばしぐらいしてないそれそれはもうちょっとかかるかもしれないな、もしかしたら。全員の趣味を聞き出す、あの趣味ね、確かに。今のところ趣味を聞いたことがあるのは何人だ。あ、でも一人だ一人だけ聞いたわ。こんばんは。ご飯に行く約束もできるぐらい最終的には仲良くなりたいですよね。グループあるのね、じゃあ流れでじゃなくてちゃんと一緒に帰りましょうってさ、とか、あ、聞いてください、今日は一緒に帰りませんって声かけれたんですよ。いや、イベント起きてた起きてました。そう、なんか今まではなんか流れで一緒に帰ってたんですけど、今日は帰ろうとしているところ、あ、一緒に帰んない、帰ってもいいですかって、なんて言ったかな、帰ってもいいですかって言ったか、帰りませんかって言ったかな、ちょっと覚えてないけど、一緒に帰ってもいいですかって聞いたのかな。
そう、成長、昨日は言えなかったのに、成長です。陽キャにだいぶ近づいてる。本当？ちょイベント起きちゃった。進歩、趣味って昭和のお見合いか。確かに確かに。こんばんは。もう一人前。本当？こんなんで一人前って言っていいの？めっちゃ嬉しそう。めっちゃ嬉しかった。こんばんは。着実に成長してる。マジで着実にさ、こうなんかね、コミュ力上がってる気がする。マジで、マジのガチで。すごない？有言実行マンなんだけど。天才すぎる。けんさん、こんばんは。こんばんは。成長感じてるよ、自分の。多分世の中の大半の人はこのくらいのコミュ力かな、コミュレベルかなで日々を過ごしていると思う。でもさえはコミュ強になりたいんですよ。普通のコミュ力、まあ、今は普通のコミュ力を一旦目指してるけど、そやは普通より上を目指したいわけ。そう、普通より上を目指したいから、まだまだ勝負。こんばんは。成長感じる報告が聞けるのが嬉しい。ああ嬉しい、ありがとうございます。こんばんは。ああ眠い。みんなオラに力を分けてくれ。まぶたが閉じようとしてくるぜ。眠え。こんなにテンション高いのに眠い。テンションが高いのと眠いのがこんなに共存してることあんまりないよね。ね、いつも眠くなるともうなんかテンションもシュンってなりがちだけど、テンション高いのに眠いから、なんか不思議な感じが起きて。目薬、確かに目薬さそうぜ。目薬。わしも眠くて目をつむって聞いてます。それは寝ちゃうやつだ。ああでもこれ全然目覚めないんだよな。なんかちょっとだけクールなんですよ。ちょっとスースーするみたいな、パキッとする、ちょっとだけするやつだから、全然眠いんだよね、これ刺したとて。もっとテンション上げてこう。やば、子供の頃そんな感じ。確か子供ってさ0100だよね、スイッチが。めっちゃ元気かと思ったらなんか急にピュンって寝るやん。シャットダウンするよね。確かにそれだわ。こんばんは。明日の目標、結局どうしよう、何がいいかな。明日も大変な稽古になりそうだから、どうだろう。何だったっけ、候補目標。明日の目標ね、どうしようかな。こんばんは。なんだろう、
でもあれです、なんか仲良くなってくるとなんかフィジカルでいけるようになってくるんですよ、だんだん。最初はやっぱなんかあのなんとかさみたいなあれだけど、あのくっつきにいけるようになるわけですよ、仲良くなってくると。最近結構くっつきにいけるぐらいには仲良くなってきたから、えマジで仲良くなってるよ、もう私とは思えないぐらい。まあそのカレンちゃんにくっつくほどはくっついてないけど、みんなにカレンちゃん、カレンちゃんとハーちゃんには相当くっつきにいってるけど、そうだ、それこそマダムチームのセナさんとケイコさんにはなんか話してる流れで、そうなんかめっちゃいい感じです口でフィジカルを口で説明するのめちゃむずいんやけど。こんばんは。お昼っていつもどうしてるの？お昼はなんかほんと5分10分とかたまにある休憩でパンをかじったりとかしてますね。そう、こんばんは。明日はひな祭りだから女の子みんなで食事行かないの？いやなんかさ、多分こういうご時世じゃなかったらみんなでご飯とか行けたと思うんだけど、なかなかご時世がねって感じですね。こんばんは。もう調理さんをいじっていますか？調理さんをいじるところまではまだ行ってないですかねいやわかんない、他の人はやってんのかな。パンのお裾分け、えそれもこのご時世じゃなかったらいくらでも焼くんですけど、パンなんてこういうご時世なので、手作りのものを差し入れるのはいかがなものかなという感じです。すべてこのご時世が悪い、そうそういうことです。すべてはこのご時世のせいで、さやのコミュ力アップへの道が茨の道になっているわけ。そう、私はそう思っているね。眠それにしても眠たいな。結局眠い。頑張って今目をこじ開けてる。明日の目標どうしよう。明日の目標を決めないとショールーム終われないじゃないか、どんなに眠くだって何がいいかな。で明日の目標は、あ今話しかけたいと思ったら必ず話しかけるにしよう。今日の私、今日までの私は話しかけたいって思っても7割ぐらいは一旦キャンセルしちゃうから、そう10回話しかけたいって思ったとしても7回ぐらいキャンセルするから、あちょっとやっぱ話しかけるの無理かもって7回キャンセルしちゃうから、明日はあ今話しかけたいと思ったら必ず話しかけるっていう目標にしてみます。そう、7割キャンセルやばいよね、キャンセル料請求されるよね本当。そうなんか絶対に今話しかけられるタイミングってあるじゃないですか、その相手が何かこう作業をしているとか確認してるとかの時はさすがに大人だから話しかけないっていう選択取れるけど、なんか明らかにあ今あの人何もしてなくて
かつ時間も今お互い時間もある、話しかけれるぞっていうタイミングあるじゃないですか。そういう時にうわ今話しかけたいって思うんですよ。でもあーでもなーっつってなんかシューンってなっちゃうから、明日は話しかけたいと思ったらもうキャンセルしない、これを目標にしましょう。あー決まった、目標頑張るぞもうさやの心の中の問題なんだけど、完全にそうもう心の中の問題なんですけどね、なんかねえ困っちゃうよね本当。なんで難しいんだろうな。でもなんか本当にこの前も言ったけど、あこの仲良くなりたいっていう人ほど話しかけるのむずい。そうなんかずっとなんだろう、今後もずっと仲良くしたいなとか、そう連絡を取れるような仲になりたいなって思う人ほど話しかけに行けない、なんか嫌われたくないが勝っちゃって、もしかしたらこんなにしつこく話しかけたら嫌われるかも、かっこしつこいと言っても今日一度も話してないみたいなやばない？今日一回も喋ってないのにさ、うわ今話しかけたらしつこいと思われるかもみたいなしつこいわけどこがしつこいねんみたいなでさ、一日さ10回も20回も話しかけられたら、あこの人しつこいわってなるけどさ、一回もまだ今日話してないのに話しかけてさ、うわこの人しつこいって絶対思わんやんアホすぎるじゃんね。いや分かってるんだよ、そうだと私は一日まだ今日話しかけてないのに鬱陶しいと思われることなんてないって分かっているんだけど、そう考えちゃう。不思議ね不思議ね、話しかけられるなんて、な一日何回話しかけられても別に嫌じゃないのにね。そうまあコミュ障もこじらせるとここまで行くんで、みんなはコミュ障をこじらせないようにしてくださいね。コミュ障ここまでこじらせないで生きていきましょう。生きづらくなります、圧倒的に。そう圧倒的に生きにくくなるので、みんなこじらせないようにしましょう。眠い、そうそう終わりにしようかな、今日ちょっと短いんですけど。眠くなっちゃった、もうだっていつもの半分ぐらいしか目開いてないもん。眠い時の目ですね、なんかわかるなんか眠い時の目ってさ、私めっちゃすぐわかるくない？いつもなんかもうちょっと開いてるんですけど、今日めっちゃ目が眠そうね。ちょっとねんねしたいと思います。まあまだお風呂入ってないんでお風呂入んなきゃいけないんですけど、頑張りまーす。ポヨーンってなってる、え、わかる、なんかお目目がなんかポヨヨーンってなってるよね。じゃあランキング読みますね。13位ピアノマンさんありがとうございます。12位バイコゾーさんありがとうございます。10位ムッティさんありがとうございます。10位ヒラリンさんありがとうございます。9位ヤスさんありがとうございます。8位アキフミさんありがとうございます。7位ケンケンさんありがとうございます。6位ワサッピさんありがとうございます。5位タタンマケンケンさんありがとうございます。4位コーチさんありがとうございます。3位ヤッチさんありがとうございます。2位キャロンさんありがとうございます。そして1位はトミさんありがとうございます。では皆さんお付き合いいただきましてありがとうございました。また明日、おやすみ、バイバイ。